独立行政法人家畜改良センターは、独立行政法人家畜改良センター法により、設立された農林水産省所管の独立行政法人。家畜改良センターは、家畜の改良及び増殖並びに使用管理の改善、飼料作物の増殖に必要な種苗の生産及び配布等を行うことにより、有料な家畜の普及及び、 飼料作物の有料な種苗の供給の確保を図ることを目的とする独立行政法人である。主な業務は以下の通り、家畜改良及び使用管理の改善、投資料作物の増殖に必要な種苗の生産、供給飼料作物種苗の検査調査研究講習、及び指導家畜改良増殖法に基づく、検査投資のトレーサビリティ法に基づく、 事務等センターの人材、資源を活用した外部支援家畜改良センターは、1872年、現在の北海道新日高町に創設された開拓市所管牧場に始まる。明治時代中期以降、1894年に勃発した日清戦争をはじめとした戦争、軍事行動が増えたため、軍事用の馬を育成する必要が高まった。このため、各地に、 相次いで、種馬所や群馬補充部などが設立された。1928年には、農家の副業としての畜産を奨励するため、主計場も設立された。戦前には、この種馬所や主計場において、馬及び鳥を中心に、家畜の改良増殖を行った。種馬所主計場は、1946年5月に、 出築牧場と名称が統一されるとともに、26、牧場に再編された。出築牧場では、乳用牛、肉用牛、豚、鳥、馬、麺用ヤギ等の改良増殖、主要作物種子の増殖等を実施することとなった。その後、出築牧場は、畜産事情の変化に対応して等配合がなされ、1960年代には、 肉用牛及び豚の改良増殖推進のために、阿蘇、鹿児島及び茨城の産市場が設立された。1990年10月には、農林水産省家畜改良センターを設立し、従来相互に独立していた各牧場を、同センターの内部組織として位置づけ、体制強化を図ることとなった。これにより、 1991年から始められた牛肉の輸入自由化など、畜産をめぐる厳しい情勢と行政観察による改善勧告等に対応した。2001年4月1日には特定独立行政法人家畜改良センターに移行した。これは行政改革大綱を踏まえ、新たな時代にふさわしい行政組織、制度への転換を目指す観点から行われたものである。 さらに、2006年4月から、非特定独立行政法人家畜改良センターとなり、役職員の非公務員化が図られた。これは、総務省政策評価、独立行政法人評価委員会が示した、韓国の方向性における指摘事項を踏まえたものである。2009年に、長野牧場を茨城牧場の市場としたため、以後、1本所、10牧場、 一市場の体制となっている。ありがとうございます。